この動画ではクリスマスの飾りなどにぴったりのこのリースを作っていきます。こちらは15センチ四方の折り紙で作ったもので、こちらは 7.5 センチ四方の折り紙で作った少し小ぶりで可愛らしいリースになります。皆さんもぜひ好きなサイズで作ってみてください。このように色が2色出るので両面折り紙を使うと可愛らしく仕上がります。では早速作っていきましょう。今回使う折り紙は全部で8枚です。両面折り紙を使うと可愛らしく仕上げることができます。まずこの中心に出したい色、このリースでは青で、この星の模様の入った部分になりますが、この部分を裏、この先端の尖っているこの黄色の部分になりますが、この部分に出した色を上向きに置いて折り紙を用意します。そしてまず三角形に半分に折ります。左側の縁を下の縁に合わせて折り下げます。下の縁にぴったり合わせて折ります。裏返します。今度は右側の縁を下の縁に合わせて折り下げます。そして今折り下げた部分を開きます。この折り筋がついている方の角を左側に置くようにして、この折り筋の先端、この先端を起点に下の角を上に折り上げます。この折り筋のところから折り上げて、ここの縁と下の縁がぴったり合うように折り上げます。一度裏返します。さっきと同じようにこの折り筋がついている方の尖った角を左側に置きます。そして下の縁を今ここについている折り筋に合わせて折り上げます。次はこの折り筋でさらに折り上げます。次はここの下の縁をここの筋に合わせて折り上げます。これで一つのパーツが完成しました。これをあと残り7個同じものを作って全部で8
8個仕上げます。どんどん折っていきます。はい、これで全部で8つのパーツが完成しました。これからこの8つのパーツをつなげていきます。まず2つのパーツをつなげますが、つなげ方はこの内側に入っているここの角、この部分、この部分をもう一つのパーツのここの隙間、ここの隙間に挟み込むようにして、この先端はこちらのパーツのここに挟み込んでいく感じになります。まずここの内側に入っている角、この角をここに この隙間、ここに挟み込んで、そのままスライドさせて、ここの角と角が合うように2つをはめ込みます。こことここの線もだいたい合うようになります。わかりにくいかもしれないので、もう一回やってみますね。この内側に入っているここの角、ここの角をもう一つのパーツのここに挟み込みます。ちょっとこの角引っ張り出すようにして、ここの隙間に挟み込んで、そのままこれをこっちにぐーっと押すようにして、ではめ込んでいきます。ちょうどここの角がぴったり合うようにこのようにはめ込みます。これをどんどん残りも同じようにつなげていきます。まずここの内側に入り込んでいる角、ちょっと引っ張り出して、もう一つのパーツのここの間に入れます。そうしたらそのままスライドさせて、はい、このように重ねていきます。間に入っている角、この角をここに挟んで、スライドさせて、はい、こういう感じです。残りも同じようにどんどんつなげていきます。
はい、そして最後も同じように最後のパーツのこの角の部分と最初のパーツのここに重ねるようにします。はい、このように全部8つがつながって輪っかになりました。これからこの中心部分を仕上げていきます。ここにこのように三角形の部分が中心にありますが、ここの間、ここの間に指を入れるようにして広げるように、ここの折り筋に沿ってこのように広げて、ここはここの角に合うような位置でこのように広げております。ここを間に指を入れるようにして、ここの折り筋に合わせて上向きに広げるようにして、ここの角と角はぴったり合うように位置を決めたらそこで折ります。はい、残り全部同じように折っていきます。広げてこのように折りたたみます。はい、これでリース完成です。糊など一切使わずにこのようにしっかりと形が出来上がります。内側にこのように模様が入って、このように2色の色が出るリース、とっても素敵なデザインですので、皆さんもぜひ作ってみてください。色の組み合わせでいろいろなバラエティに富んだリースを作ることができます。これはこの星の模様が入った両面折り紙を使って作りましたが、このように模様の入ったリースにすることもできますし、このように色が変わるだけでも全然雰囲気の違ったリースに仕上げることができます。大きいサイズや飾る場所によって小さいサイズにしたり、いろいろな色で試したり、皆さんもぜひいろいろな折り紙でこのリース、クリスマスにぜひ作ってみてください。